はい、柔らかセールスサポーターの、松尾かなです。今日もよろしくお願いします。今日のテーマの内容は、お金、生活のためにですね、働く人生、と、生きがいを持って、働く、人生ですね、生きがいある、やりたいことをやって働く人生、ここをですね、ちょっとお伝えしていきたいなと思います。で、なぜこのテーマにしたのかというとですね、私はですね、自分らしく生きる人、自分らしく生きる人を増やしていきたいという思いで活動しているというのも、今活動している理由の一つに入っています。なので、そういったところをですね、自分らしく生きるというのは、仕事をですね、お金のためや生活のためにやっている人ではなく、どちらかといったら自分の好きなことをやって生きがいを持てる仕事について、そして、自分が欲しい収入も見合ってと、このようにですね、生きがいを持って、働けるような人生、こっちの方がですね、その人らしさが出て、その人らしく生きていける幸せな人生なんじゃないかなという、私が持論を持っています。なので、できるだけこっちのですね、後者の方で、過ごしていける人が増えるような支援を、させていただけたらなと思って活動しています。で、私自身ですね、この、前者の方ですね、生活のため、お金のためとか、こういったどこか我慢したい仕事の仕方ですね、これを私自身、以前やってました。そして、起業してですね、自分の生きがいの持てるような、仕事、やりたいこと、そういったものについて、そして自分の、働き方ですね、理想の働き方を叶えるような、そういった、お仕事をですね、実際今やれているんですが、このビフォーアフターもですね、ビフォー側からアフターまでどのような、ことがあって、このステップを踏んでいけたのか、ここをシェアしていきたいと思います。で、一つですね、誤解しないでいただきたいのが、何も起業している方が幸せっていうことを言いたいわけじゃないです。例えば私の姉はですね、管理職なんですけど、私と姉は、全く性格が正反対なんですよね。姉は雇われて、才能を開花するようなタイプで、私はですね、雇われるっていうよりも自分の好きなことをやって、そして、やりたいことを発想して、オリジナリティとかですね、そういったところを追求しながら、やっていくような企業っていうところがですね、向いていたんですけど、このようにですね、雇われていながらもやりたいことをやれる人、仕事をやれる人、生きがいを持って生きていける人っていうのはたくさんいると思います。なので、そのあたりちょっと誤解しないでいただけたらなと思います。はい、ですね、実際にですね、私のそのビフォーアフターの話をしたいなと思うんですが、何かしらの、生きがいを持って、お仕事できる働き方の方にシフトしていける人のお手伝いができたらなと思ってシェアをさせていただきます。私はですね、もともと看護師をしていました。で、看護師っていうお仕事はとっても、素晴らしいお仕事で、やりがいのある仕事だとは思うんですが、どこかでですね、私は、生活のためとか、どこかで安定した収入のためとか、こういったですね、メリットを感じながら働いていた部分がありました。なので、本当にやりたくてやりたいっていう思ったっていうよりも、田舎の地方に、の学校に私は卒業したんですけど、高校の時ですね、その時に、学校の先生とか親がですね、安定した職がいいんじゃないかということで看護師というものを勧められた、そんなきっかけがあったんですよね。なので、やりたくてたまらなくてっていうことってよりも、なんとなく勧められて進んだ道っていうものが、ありました。で、やっぱりですね、そうやって入った結果、すごく同じ職場の人で情熱を持っている人、やりがいを持って生きて、看護師をしている人っていう人、先輩とですね、とても比べてたんですよね。で、その比べることは私の中では今となってはすごく良い経験だったんですけど、そういう人と自分を比べていて、自分はこの場所にいなくてもいいんじゃないか、私はこの看護師の仕事じゃなくても、私以外の人で、ここはできるよなと、私じゃなくても働けるよな、私じゃなくても、私の穴埋めをしてくれる人っていっぱいいるよなって思ったんですよね。で、情熱を持って仕事をしている人ってやっぱりキラキラしてて、すごく憧れの人です、憧れられるような存在でですね、で、やっぱすごくこう羨ましかったんですよね。
で情熱を持ってやっている人ほど、心もですねやっぱり一生懸命だから脆い部分もあったりすると思うんですよ。浮き沈みがこう激しくなったりとかこう一喜一憂したりする機会もあったりはするかもしれませんが、やっぱりそういう人と関わるお客様クライアントさんとかですね、そういった患者さんとか、そういった人と接する、消費者の方っていうのはとても幸せだなってすごく思ったんですよね。こうそういうところを、自分の働き方と比べて、比べる機会とかが、結構あって違和感をすごく感じてました。あとは皆さんも、ちょっとイメージしやすいところで言うとレストランとか行った時に接客がですねこうぶっきらぼうな接客で笑顔もなくて、淡々と仕事している人でお金のためとか生活のためにこの人やってんじゃないかなと思うような人ってこう出くわしたことありませんか？こうなんかこう生きがいを持ってやってないとか、でも逆にエネルギッシュでいつも笑顔で太陽みたいな存在で、いつも楽しそうに接客してやっているウェイトレスさんもいますよね。この楽しそうにやっている人から接客されたお客様ってすごく幸せだと思うんですよ。幸せなハッピーな気持ちに、させられたり、あここに来てよかったって食事もさらに美味しくなると思うんですよね。このように、人の働き方っていうのは、そこで接する出会う人の幸せ度合いを大きく変えていくと思うんですよ。なのでこうできるだけやっぱり生きがいを持ってお仕事をできるっていうのはやっぱりこう人生一番時間を使っているお仕事っていう仕事の時間でそれができるっていうのはすごく幸せなことだと思ったんですよね。で、そのために、私自身ですねやっぱり強く思ってきたのが自分の才能とか強みをもっともっと生かされる場所があるんじゃないかな、それはどこなんだろうっていうところを自問自答しながら、ずっと働いてきました。で、もちろんですね起業して、自分がやりたいことですね好きなこと好きなお仕事につけて、自分の好きな時に働いて好きな人と働いて好きな場所で働いて、そういったところがですねこう自分の理想通りの状態っていうのが実際に叶ったんですけど、やっぱりこう振り返って思うとシフトさせてきてよかったなというのがすごく私の中で、実感できます。で以前よりも自分らしく働いているっていう、 こうその喜びっていうのがこう周りに伝わっていく、そういったものをですね、以前より生み出せているっていうところに、また幸せを、感じるなと、私自身、思っています。はい。で、今日の最後にですね、質問させていただきたいと思います。あなた自身ですね今の働き方に、満足していますか？今の働き方に満足していますか？そしてですね、あなた自身がですね才能とか強みとかそういったものが開花できる場所、そういった場所っていうところ、あなた自身のですねそういった才能が開花できる場所っていうのはどこにありますか？もちろん今手にしている方もいるかもしれませんし手にしていない方もいると思います。私のですねこの最後の、2つの質問が、何かしらあなたの人生を大きく変える一歩きっかけになっていくと、嬉しいです。そしてあなた自身が、自分らしく幸せに、そして、生きがいを持って働ける場所、そういったところに、進んでいける、そういった、後押しが何かしらの、気づきになったり参考になったり、できたら、とても嬉しいと思います。はい、今日も最後までご清聴ありがとうございました。今回ですね、動画を見て気づきになったっていう方、ぜひいいねボタンを押していただけると嬉しいです。あとはチャンネル登録も募集してます。お待ちしてます。と私がですね動画でお伝えしていない、副業起業のステップ、効果的なステップですね、集客のこと、セールスのこと、こういったものもメルマガでお伝えしてます。他にも、副業起業した時にですね、やってった方がいい商品作りの内容、単価の上げ方とか、
あとは、セルフコーチング技術とか、脳科学心理学を使った、効果的なセッションとかですね、クライアントさんが結果出る方法とか、まあ、こういったですね、ありとあらゆる、内容をメルマガでお伝えしています。メルマガは、下の登録ボタンがありますので、ぜひそちらのご登録ボタンから、登録してみてください。一番上の方にですね、登録ボタンを置いています。はい、今日も最後までご清聴ありがとうございました。別の動画メルマガで、またお会いできたら嬉しいです。